質問来てた。日本トカゲには紫外線があまり必要ないと聞いたことがありますが、紫外線ライトは使っていますか？またおすすめのライトはありますか？ということで、日本トカゲには必要だと思っております。まあ、話はこれで終わりではなくて、今回はもうこれでいいやんという商品をご紹介します。どうも、セミの鳴き殻です。流行りに乗り遅れたというか、そんな気がして仕方ないんですけど、本当に感動した商品なのでぜひ紹介させてください。案件ではないんですけど、まあ来るはずがありませんが、こちら全水産のバータイプソラリウムですね。お値段は高いけど、もう紫外線ランプに困ったらこれにしてくださいという商品でございます。マジでね、紫外線と光に関してはこれで全て完結できると思っております。もう怖い、こんな商品ができてしまうほどの時代になったことがやばいですね。革命的すぎる。はい、これ何なのっていうとですね、これは LED 紫外線ライトでございます。200と400と700というサイズ展開があって、対応するケージは以下の通りですね。値段はこんな感じ。一時停止推奨です。可視光線と爬虫類に必要な UVA、UVB という紫外線を出してくれるライトなんですけど、今まで明るい光、さっき言った可視光線ですね、目に見える明るい光と UVA、UVB を揃えるにはランプを2つ3つとかつけるか、メタハラとか水銀灯っていった高額なランプをつけないといけなかったんですけど、この商品はなんと LED で、しかも場所を取らず、レイアウトの邪魔にならないバータイプで長寿命というね、完璧な商品なんですよ。あ、ちなみに熱は出さないので、ベッド、バスキングランプとか加温設備が必要になってくる時もあります。爬虫類の種類によりますけどね。まあ、だとしてもこれはね、本当に革命的で、今売れに売れまくって完売が相次いでおります。僕はランプは太顎に使ってるハイパーさんだけなので、比較対象としてたくさんランプを出せるわけではないんですけど、バータイプソラリウムのすごいとこ5つ解説していきたいと思います。まず一つ目、省エネ長寿命。紫外線ランプってずっと使えないってことを知ってましたか？だいたい半年から1年を目安に交換してくださいと書いてあることがほとんどなんですけど、はい、明るさはあるけど照射する紫外線量は徐々に減っていってしまってるんですよね。実はこれ、それに気づかず UVB が照射されてない状態で買っていて、トカゲが調子崩しちゃったって方もいらっしゃるようですが、このバータイプソラリウム、有効寿命が5000から7000時間なんですよ。しかもそれは紫外線量が 50% に落ちる寿命なので、使い続けられるっちゃられるんですけど、まあ、余裕を持った交換ができるってことですね。はい、計算してみると1日12時間点灯したとしたら、約416から583日、1年から1年半以上寿命があるということですね。まあ、ちなみに1日8時間の点灯の場合は625日から875日、2年ほど持ってしまうという、これやばいですね。しかも電気代、ランプってワット数が高いから電気代かかるじゃないですか。でもこれ LED なので 8W、12W、22W ですね。熱を出さないから、まあそうちゃそうなんですけど、 UVA と UVB どちらも出す紫外線ライトとしても、このワット数は低いなと思います。そしてワット数が低いということは電気代も浮くということで、1日8時間点灯で1ヶ月48円84円132円だそうです。1ヶ月ジュース1本我慢すれば浮くっていうね、省エネですね。はい、同時に消費されるペットボトルも1個浮くということで、もうこれは SDGs ですよね。二つ目は LED 基板を交換できるというところです。他のランプとかもね、ソケットからこうやってくるくる取り出して電球の交換はできるんですけど、バータイプソラリウムもそれと同じく基板のみの状態で売っていて、楽々交換できるそうなんですよね。これもすごいですよね。そしてちゃんと基板のみのものは価格が抑えられてるので嬉しいです。あと旧のランプだとね、やっぱかさばるんですよね。すぐに紫外線なくなるから予備で買っておこうとか、そういうことをしていたらすぐね、その倉庫とか物入れが一瞬で埋まっちゃうんですよね。でもこちらはすぐに紫外線がなくなるっていうことはないし、しかも板状の交換基板なので場所も取らないんですよね。収納がしやすいんです。ちなみに紫外線量が測れる機械とかも Amazon に売ってるので、紫外線が出てないか気になる方は買ってみてもいいかもしれません。3つ目はタイマーがついているということですね。つまりこれスイッチボットとかサーモスタットとかいらないんですよ。だからこの値段にそれらの値段が含まれてるって考えたらかなり得だと思います。そして配線もかさばらないのがね、偉いんですよね。サーモスタットならサーモスタットの場所が必要になるし、スイッチボットとかね、延長コードとかの貴重な隙間を圧迫しますからね。あれ、タイマー付きの紫外線ライト今までありましたっけ？わかんないけど、マジ助かりますね。僕もやってみたんですけど、一回現在時刻をセットするだけで終わり。もうあとはずっと放置ですね。スイッチボットもサーモスタットも、まあ別に設定すれば放置なんですけど、これらを導入してなくて、いつも手動でオンオフとかね、してる方ならもう神ですよね。
4つ目はファーガソンゾーンを元にした太陽光再現モードがあるということです。なんだそれって感じですよね。まずファーガソンゾーンっていうのは野生下の爬虫類がどれだけ日光、紫外線量を浴びているかを研究して分類に分けたものです。分類に分けるってなんか頭痛が痛いみたいになってるけど、分類分けしてるものですね。画像を見てもらえば分かるんですけど、こんな感じ。はい。ゾーン1にはレオパとかあまり日光浴しないような子たち、ゾーン4には、バリバリ高熱のギラギラ太陽を浴びてる子たちという感じで、ある程度爬虫類を知ってる方ならこの分類分けには、確かに納得すると思います。それを1日通して明るさを再現してくれるんですよね。はい。つまり昼前は少し明るくて、昼には一番明るく、夕方にはまた落ち着いて夜に消灯みたいな、それを自動でね明るさの調整をやってくれるんですよね。表で言うとこんな感じです。自然界って朝の6時に夜の真っ暗な状態から一瞬で太陽がパって昇って正午のカンカン照りの高度になるわけがないですよね。そう、マジでこれ盲点だったというか、そうバチバチってオンオフされても爬虫類からしたらびっくりしますよね。はい。そしてそのファーガソンゾーンのモード変更も簡単で自由自在です。しかもね、オリジナルモードっていう設定もできていて、好きな時間に好きなパーセンテージの明るさを調節できるので、可能性もマジで無限大です。まあでもね、そこら辺はちょっとめんどくさいし専門知識とかが必要そうなので、まあおとなしくゾーン1から4で選んで放置しておけばもうどんな種類でも飼育できちゃうと思っております。これまでもね素晴らしい特徴を述べてきましたけど、さらにこんな特徴上乗せされたらね、買うしかないですよね。生態に合わせてワット数とか買い直して調整する必要もない。最初にボタンを数回押すだけ、点灯時間と消灯時間をセットしなくてもいい、最初にボタンを数回押すだけというね、狂っておりますね。ちなみにこのゾーンに乗っていない子、名前がね乗っていない子でも大体似たような種類だったり、生息地に住む子のゾーンを選んで様子を見れば大丈夫だと思います。僕は今北フィリピンマブヤと日本トカゲに使ってるんですけど、ゾーン3で使用してます。ハリトカゲとかエリマキトカゲが同じっぽいなーって感じたのと、あと高さがねこのケージ45センチあるので、トカゲたちが自分で調節も可能かなと思ったからですね。ちなみにこのケージの横幅は45センチあって、僕が買ったのは200なんですけど、対応する大きさのケージではないんですよね、この200が。はい。予算的にしんどくて対応するライトである400が買えませんでした。悔しい。はい。5つ目はやはり明るさですね。 UVB を出す紫外線ランプってなんか特性的に明るくできないというやつがあったらしいんですけど、だからその他の明るさを足すライトが必要になってくるんですよね。はい。でもそれいらずということになります。この明るさ、普通に僕が使ってる植物育成ランプくらいの明るさがあってとても綺麗です。使ってるハイパーさんは、まあ、明るいっちゃ明るいんですけど、色がねなんかちょっと汚いんですよね。ということで重要になってくるのがこの炎色性 RA98 っていう数値と色温度 6500K という数値ですね。まずこの炎色性 RA っていうのを説明していくんですけど、分かりやすく言うと100が自然光です。生き物って自然光に当たった時がやはりね一番映えると思うんですけど、その状態が100で、それが98ということで、一般的な部屋の照明とかは80から90がいいとされてるんですけど、それを優に超えた生態に綺麗に見せることに特化した98という最高の数値と言えます。超極端に言えば生態を本来の色で綺麗に楽しめるということですね。緑とか黄色がかった色のランプとかありますけど、ちょっと嫌な研究感出るの分かりますかね。次に色温度 6500K。 色温度って iPhone の画像調整とかにも出てくるので分かる方もいると思うんですけど、調整バーを左右に動かしたら青くなったりオレンジ色になったりするやつですね。いろいろ難しいんですけど、とりあえず 12000K が晴天の青空ぐらいの青さ、5000から 6000K が正午の太陽ぐらいの白さで、 2500K が朝焼けとか夕方ぐらいのオレンジさ、つまり 6500K というのはこの白さなんですよね。正午の太陽くらいの白さなんですよ。はい。これもまた生態を美しく見せるための最高の数値だと言えます。だから干渉面でも非常に優れているライトなんですよね。以上5つから全水さんがどれだけ太陽に近いものを作ってしまったかが分かりますよね。太陽というか光環境を作っています。やばいです。非常にそれ以上言ったら本当に第二の太陽ができてしまいますよね。ドクターオクトバスになっちゃいますよ。あれ分かる人いるかな。使用感といたしましては、何も感じないほど楽です。はい。ボタンを押すだけで最高の環境が出来上がってしまうんですから、まあ、もう当然ちゃ当然ですよね。いやー、これ楽だなーって感じないくらい楽ですね。うん。放置してるだけなんで。例えば僕が使ってるハイパーさん、もうちょい明るさ欲しいから LED ライト追加しようかなーって思うんですけど、こちらはすでに最高の明るさ、炎色性になってる。もしバスキング時間長すぎていたら、もうちょっとワット数増やそうかなーって、新しいワット数のライプを買いに行かなきゃいけないけど、こちらはファーガ
生存設定を上げるだけ。そう、だからほぼ何もすることがないんですよね。ちなみに先ほども言いましたが、温度は出ないので、バスキングランプやヒーティングトップとか暖凸とかの上からの保温器具が必要になります。あと僕目線でいいなと思ったところは、レイアウトの邪魔にならないところですね。はい。中にランプを入れると、僕みたいにビバリウムを作る人にとっては邪魔だし、雰囲気をね、ぶち壊しちゃうんですよね。なのにこのバータイプソラリウムは、目立たないのに植物が問題なく育つほどの明るさまで実現してしまってる。こんなライト、マジでないと思います。お金を出すだけの価値あります。デメリットとしては、まあ、全体に照射するので、ランプのように局所的ではないから、使う人によっては勝手が違くて違和感があるかもしれません。でも自然界って常に上から紫外線が降り注いでいるので、本当により自然環境に近い紫外線ライトということですね。あとやっぱり高いですね。でも電気代とかスイッチボットとかサーモスタットいらずなとことか、あと長寿命のとことか考えたら高すぎるとも言えないですね。でも高い。そういったぐらいです。まあ、デメリットをほとんど感じさせられない商品ですね。てか僕結構宣伝上手くないですか？原稿書くの大変だったけど、ゼンスイさん案件とか欲しいです。お金に余裕ができたら、太顎の方もバータイプソラリウムにしたいなと思ったところで、今回の動画はこれで終わりです。チャンネル登録、高評価、温かいコメントをよろしくお願いします。X のフォローやメンバーシップへの加入もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。